さんこんにちは。卓球テニス YouTuber のタクテニコーです。全国卓球選手の、トシちゃんと左手でガチ試合やっていきたいと思います。僕今ねちょっとテニスエルボで右肘右手首痛めてるんで、左手でちょっと何点取れるのか挑戦させていただきたいと思います。画角遠すぎたんでちょっと近づけました。2ゲーム目開始。しました。やっぱ僕の左手まだまだですね。でもこれから練習していくのでよかったら、卓テニコー卓球テニス YouTuberのチャンネル登録、グッドボタン、コメント、共有価格さんと、あとトシちゃんネットのチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。忘れて出ました。
球動画チャンネルは。あ、トシちゃん卓球動画チャンネルをチャンネル登録お願いします。明日また左手も今後上達できるように練習しますし、またね、右肘右手が回ったら右手の動画もどんどん出していくので、よかったらまた見てください。チャンネル登録して今後の動画もお楽しみに。卓球のショート動画は毎日投稿17時50分プラスアルファで動画を出させていただいております。毎日投稿しておりますし、無料ですので、よろしければチャンネル登録やグッドボタン、コメント、また共有から拡散希望よろしくお願いいたします。さまざまな、ね、全国卓球選手やプロ卓球コーチ、有名な選手にも数々挑戦させていただく予定ですし、また取りだめした動画を今後投稿する予定ですので、ね、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。毎日17時50分にショート動画上がりますので、ぜひ見てください。プラスアルファでね、出せるときは追加でさらに出させていただいております。1日2本、3本、4本、5本と出させていただいているときもありますので、ぜひ見てください。テニスの YouTube ショーツ動画は毎週土日または水曜日の11時50分で、出せるときプラスアルファで動画を出させていただきます。なので、週に2回は最低出させていただきまして、余裕があるときは週3、4、5と増やして毎日投稿になるべく近づけるように努力してさせていただきたいと思います。こちらもまた、ね、千葉県5位の団体戦レギュラー選手や、このような二刀流の企画、また今後現役のプロテニスコーチの方々にも挑戦させていただく約束ができましたし、動画投稿もさせていただく予定ですので、ぜひ見てください。 YouTube ショーツでない動画は19時に投稿させていただきます。皆様が楽しい、分かりやすいと思っていただけるように、試合解説なども入れて今後も動画出させていただきたいと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも動画出させていただきますので、チャンネル登録してお楽しみに。